まあ、なのですが、やっぱり毎日アイドルを途切れさせたくないので少しだけですが、こんにちは。こんにちは、こそば。ナイスデイフォートゥーデイ、こにゃにゃちば。あ、皆さん、そうコメントでもある通り、お話し会の支払いが今日までとなっておりますので、皆さんぜひお話し会のお支払い忘れずによろしくお願いします。もう皆さん支払い完了しましたか？支払い完了しましたか？皆さんのコメント待ちです。完了したかな。もう完了したらそれでええんやけどもね。どうやろ、完了した？みなさん、あ、完了したっぽい。はーいって。あれ、みなさん、あ、そう、今日まで、17日まで、今日17日やろ。やば、忘れてた。え、今日までですよ皆さん。なんかね、確認したら今日までやったから、ちょっとツイッターでも言っとこう。危ない危ない、皆さんにじゃあ言わへんかったら、やばいやばいやばい。皆さん今日までですよ。見たかったラッキーですね。まあまたツイッターでもね言うと思うんですけど、今日の何日まで、 何時までやったっけね、何時か忘れたけど今日までです。ですよね、知らんけど、ちょっと知らんけどとか言ったらあかんけど、今日までなので、皆さんどうぞよろしくお願いします。支払い方法、クレジットかなとか、なんか知らんけど、支払い方法は知らんけど、よかった、皆さんのなんか忘れへん源になれてよかったです。縦で配信しようかな、どうしよう、こっちで配信しようか。うん、23時まで、今日の23日まで、今日の23時までです。やばくないですか、これ忘れないでくださいね。なんかけど、なんかツイッターとか見てても、あの、もう申し込んだ、当選したっていう方がねたくさんいてくれてはって、めっちゃ嬉しかった。皆さんとお話できるのはほんまにね、元気の源になるから嬉しい。コンサートまで1週間、体調崩さないようにありがとうございます。そう、ショールーム終わった瞬間ね、支払い方法よろしくお願いします。なんかね、このレッスン期間、リハ期間ね、結構未来スピンが多いから、なんかもう、なんやろ、あの、めっちゃあれやねんな、あの、どうせ汗かくからさ、もういてない、あの、あれなんよ、スピンやからね、もう自撮りがないから、こう、あの、このリハとか落ち着いてからあれにする、あれあれあれ、何だっけ、あれする、あの、映えの旅に行こうと思ってるんですよ。そう、映えの旅に行きたかったんですね。うわ、みんなミラコが言わへんかったらあれっていう方が多い。よかった、もう言ってよかった。ちょっとツイッターでも呼びかけよう。てかちょっと時差ある？皆さん、じゃあこんにちはって言ったら、こんにちはって言ってください。せーの、皆さんコメントでこんにちは。あ、あんま7時間なかったわ。時差なかった、よかったよかった。よし、今ちょっと椅子座ってるねんな。あ、よかったよかった、あ、よかったよかった、なんや、時差なんや、よかったよかったよかった、それの確認です。あ、たくさんのこんにちはありがとうございます。なんかね、もうほんまにね、結構覚えることとか立ち位置とかもめっちゃパンクしそうで、頭の中が、こんばんは、じゃあ、こんばんは、頭の中がパンクしておるんですが、もう今日もショールーム終わってからね、ちょっと頑張ります。またお昼ご飯まだ食べれてへんから、お昼ご飯食べて頑張っちゃいます。そう、3公演もあるから、けど絶対ほんまに9周年の時にめっちゃこう
スタッフさんからめっちゃ良かったよって言ってくださったので、なんか10周年は結構節目というかめっちゃ切りのいい10周年じゃないですか。だから良かったってファンの方からもこのスタッフさんからもね言っていただけるように、次世代コンサートも次の NMB48 とか私たちが作っていくんだぞということをね見せれるように、やっぱしナンバーしか勝たんのでちょっとね頑張っていきたいなと思います。もうねファンの方にもね久しぶりに会えるから結構やからねめっちゃなんか体重とか落としてるんですよ頑張って今日も朝ごはん食べて、なんかリカティさんからこう筋トレの方法を教えてもらいただいたり、あとはこう朝昼晩まだ朝はねちょっと筋トレする暇なくて筋トレできひんかったんやけど、メンバーと筋トレしたらねあの辛いことも乗り越えれるので筋トレしたり合間にダンスして体を動かして覚えて、そういったら結構ね頑張る。レッスン忙しすぎてそれだけでちょっと確かにそれごもっともちょっとね。だからねお菓子もこのあのスタッフさんからねお菓子をねあのもらったんですよ。お菓子をなんかポテチ買ってんけどちょっと食べへんからあげるわって言われたんですけど、もうコンサート終わってからの楽しみに食べようと思って今ねお家に保管してるんですよ。でねなんか珍しいポテチでママに「これあるんちょっと食べていい」って言われた。これは未来のコンサート終わってからの楽しみやねんって言って取ってもらってる。糖分もね糖分ちゃんと取ってますよ。なんか糖分取らな頭動かへんから。こんにちは。もうね頑張ってます。すごくなんかやからなんか、うん、結構あのダイエットしたら顔のなんかお肉がなくなるから、結構なんかお肉なくなってきたのか知らんけどちょっと二重幅も広がってきて嬉しいなと思います。だからコンサート終わりにそのポテチを食べてずっと我慢してる焼肉に行きたいと思います。もうね未来ね焼肉が大好きなんですよ。もうね焼肉が大好きすぎてなんかどこ行くってなって、ママになんか食べたいものあるって言われたら絶対お肉って答えるんですよ。だけどお肉はまあお肉やからあんまり太りにくいとは思うけど、まああれじゃないですか、あれなんですよ、なんかあんまり食べ過ぎってやら体重増えるからこうね食べてないんですけどね、もう終わったら焼肉しか勝たん。焼肉とあのあれにした あれがいい。焼肉と温野菜に行った。温野菜大好き。みたいなんかしゃぶしゃぶより温野菜派かなんて、まあしゃぶしゃぶも好きやねんけどね。こんにちは。塩タン食べたい。一緒や。未来も塩タンめっちゃ食べたい。塩タンしか勝たんやろ。こんにちは。めっちゃけどね昨日も夜遅くまで練習してなんかほんまもう疲れたわと思って、これはもうしてももう頭に入ってこうへんと思って寝てたんですよ。ドラマTVer でドラマ見ながらでいつの間にか寝て朝起きたという感じですね。私もコンサートまでポテチ我慢しよう。一緒や。カジキマグロ好き。ミラマグロさんなのね。なんかお寿司屋さんはお寿司もめっちゃ好きやからお寿司めっちゃ行くんだけど、マグロはそんな食べへんかな。なんでやろ。うわっユーミンさんとカリンさんに連れていて、おお嬉しい。もう未来のスマホケースカリンさん挟んでるから、もうカリンさんを感じてる。でもねなんか髪の毛短い時のカリンさんの生写真挟みたいなとかね、そういう欲が湧いてきて、未来のね生写真今挟んでるのが髪の毛長いカリンさんなんですよ。なんか最新のやつをちょっと挟みたいなと思っちゃったりしちゃったりして。じゃあ俺もポテチ我慢して期限食べる。それもうプラマイゼロやがな。好きなお寿司のネタは縁側とか炙ってるものが好きかな。あとは茶碗蒸しとマンゴー好き。
カリンさんはオンライン、間違えた、カリンさんはオンラインじゃない、あれだっけ、コンサートはオンラインなの。ですね、アカリンさんと次世代があると私は聞きました。ファンの方がね、ちょっとそれ詳しい、ファンの方の方が詳しい説。ちょっとまあ私ね、もう頑張る、もう頑張る。カリン、さすがカリンさんっていいよ。あ、ありがとうございます。うん、あ、全部中継あるねんやん。もう10周年もまあありそうですよね。10周年確かに。あ、もうね、私は絶対ね、もうこのコンサート始まるまでに美容院と眉毛サロンに行きたいんですよ。だからこのために眉毛をめちゃめちゃ生やしたんですよ。恥ずかしながらもうボーボーやから、なんかもう初期の眉毛になってきたから、もう絶対的にね、眉毛サロンと、もう髪の毛全体は切れへんけど、もう前髪だけは絶対切りたいんですよ。マジでも頑張る、ほんまに。あ、生で、あれね、キャッパね、大阪城ホールね、1万人なんですけど、5000人は入るんですよ。楽しみ。だから、なんか席一つ一つ空いてるんかな。だから、まあ、それやったらなんかファンの方もね、うちは OK なんかな、青いだあかんけど。だけどね、もう楽しみすぎて、ほんまにね、もうね、神中の瀬戸利やから、ほんまに結構覚えるの？ 3 公演もあって、こう電車の中とか瀬戸利を、こうスマホで見て、こうやってこうやってこうやって、ね、なんかなんかなんかやって覚えてるけど、もう寝る前もね、ずっと覚えてるけど、なかなか入ってこんへんのよ。もう頑張る。わあ、今日も頑張る。いっぱい。リハ大戦そうにね、頑張る。え、今日の一般受付も秒で売り切れた。わあ、ありがたい。けど NNB がそんだけいろんなファンの方に行きたいって思ってくださってるってことやから、うれしい。ちょっとね、今日もめっちゃ短めの配信なので、もうそろそろね、ちょっとごめんなさい、15分間の配信で、もうそろそろちょっとランキング発表させていただこうかなと思います。じゃあちょっとごめんなさいね、めっちゃ短い配信で。こんにちは、今は多分来てくださった方もいると思うけど、ごめんなさい。じゃあちょっとランキング発表します。13位ふーちゃんおしさん、ありがとうございます。12位浅本愛奈さん、ありがとうございます。11位がっくりさん、ありがとうございます。10位つやぽんさん、ありがとうございます。9位だいちゃんまるさん、ありがとうございます。8位ふるさとのゆうさん、ありがとうございます。7位ふにーさん、ありがとうございます。6位元気100倍しゅうしゅうさん、ありがとうございます。5位やーまーまやさん、ありがとうございます。4位ともさん、ありがとうございます。3位すいひろさん、ありがとうございます。2位ひごもっこすさん、ありがとうございます。そして第1位はドゥルル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 ルひごもっこさん、ありがとうございます。ともさん、ありがとうございます。だいちゃんまるさん、ありがとうございます。みはえるさん、ありがとうございます。かつまるさん、ありがとうございます。すいひろさん、ありがとうございます。ひごもっこさん、ありがとうございます。かつまるさん、ありがとうございます。まつさん、ありがとうございます。ともさん、ありがとうございます。わー、スペシャルギフトもね、こんな短い配信ありがとうございます。ね、今からレッスン頑張っ、レッスンちょっと頑張ってくる、ダンス覚えるの。ほんまにちょっとね、頑張っちゃうよ、頑張っちゃいます。ちょっとね、とりあえずとりあえずご飯を食べて、これからご飯食べて筋トレして、ダンス覚えるぜ。あと1週間ね、切っちゃってるのでね、頑張ってくるよ。皆さん応援してください。もうね、皆さんの応援がなかったらやっていけへんっていうぐらいあれやけどね、ほんまにゲリラ配信やし、すっぴんですが、もうすっぴんなんですよ。もうすっぴんが一番。もうね、レッスンにパジャマって言われた、マネージャーさんにマネージャーさん、マネージャーさんって感じなんですけどね。こんにちは。で、マニチュアドルも今日何日目？
あ、もう出ましたよねテロップ。46日目、ありがとうございました。ほんまに短い配信でありがとうございました。じゃあね皆さん頑張っていきます。今からお昼ご飯食べてバイバーイ。皆さんありがとうございました。コメントに星にスペシャルギフトにカウント、またね。皆さんありがとうございました。頑張ってくるぜ。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。